同じそのペーパーという名前がついても、その性格っていうのは紙に求められるその、求められ方は違ってたんですね。で、ヨーロッパではこういうふうなため付き用に、線を細かくした紙がそのペンで書くときには、そうですね、筆記具の違いですよ、筆記具の違い、まさに。で、東洋の方、日本を含めては筆の文化でしたので、紙の線が長くてソフトな感じで、筆で書いた時に、かすれ、にじみなんかが一つのその文化として、受け入れられてきたというか、当然紙に求められる求められ方も、変化してきて、で、ため付きはうちでいうため付きは、じゃあ今どういうふうな使われ方をしているかっていうと、画用紙に使ってます。画用紙でも種類があるんですね。それも方向が出てくるんです。書道用の画用紙というか、習字用紙というか、画線紙なんかは筆で書きますよね、薄いですよね、それからにじみますよね、をうまく利用してるんですね。で、画用紙の場合にはそのなんていうか習字用の紙じゃなくて、水彩画用の紙、それから版画にも使われるんですけど、版画でも木版画以外の版画用紙、思い浮かべるとどんなのがありますか、をはじめとして、いくつかあるんですね。シルクスクリーンとか、それからリトグラフ、赤飯って言ってるんですけども、銅版画の場合はうんとそのプレスをかけてやるから厚くて硬くても対応はできる。逆に、木版画ですと、どういうふうにするかというと、まあ、基本的には木を彫って、そこに絵の具をつけて、紙を乗せてバレーンっていう道具でこすり取ってやりますよね。で、そのためにはその紙そのものがしなやかでソフトでないと、うまくその、木版の通りに、色が映ってくれないということになって、この紙を木版に使うっていうのはゴワゴワ硬いんで、向いてません。で、一平さんのところの例えば越前防署、気づきの防署なんですけれども、これはソフトでシニアで、とってもいい感じですね。木版画にはもうぴったんこの、なんというか紙、で、練り付きの紙とため付きの紙とは、そのそれぞれの、まあ、いい面を、練り付きで敷いた紙、じゃあこれ木版画に使おう、日本画に使おう、ため付きで敷いた紙、これはじゃあ版画でも銅版画とか、他の紙に使ってみよう、あるいは、水彩画の画用紙として使ってみようというような形で用途が分類化されていきます。元が同じ、原料でも大まかに分けて、流し付きと亀付きの差というのはそういうようなところ、どっちがいいとか悪いとかっていうんじゃなくって、そのいいところをうまく利用してやると木版画用紙になったり銅版画用紙になったり水彩画用紙になったり書道用の紙になったりという、なんとかこう枝分かれができてくるっていうのが手すき和紙の特徴になっているかと思います。で、うちはこれ今市部さんのところは、まあ、構造を使ってるんですけども、うちの場合は麻、麻って結構種類があるんですけどね、なんていうかもともとはケシの実が、ケシの花がそこ麻っていうか、ああいうのがルーツになってます。フィリピンなんか行くと
マニラアサキってまた全然種類が違う、うん、細いこう糸状のもの、これはロープになんかするとうんと丈夫なんですけれども、こういうのも紙の原料になります。うちの場合には、セーマっていう麻を使っているのと、それから綿を使ってます。その他に、木から作った木のパルプ、この3種類をまあ、ミックスしてこういう状態になってます。ほとんどなんていうかな、繊維っていうのは確認できないぐらいに細かくしてあります。気持ちが悪いかどういう感覚かは、皆さんそれぞれに判断してください。特別に何て言うかな、練り好きのすき屋さんへ行った時と違って、あの独特の木とここは匂いがないと思う。ないです、ないです。青臭い匂いがしますよね。独特な匂いがあると思うんですけども、タメ好きのスキー場では、なんていうかな、そんな特別な、だってこれと水だけですもんね。そうです、そう、そうなんです。うん、そうです、割と短い。だからあの、ま、万年筆とかに書きやすいようにっていうと、そういう風なものになってくる。戻してみてください。大切に原料として使います。こちら入ってこない。この材料の配合っていうのは季節とかによって変わるんですか？配合は変わりません。じゃあいつも決まった配合の分量っていうこと？そうですね、はい。何が変わるんですか、季節によって？季節によって、そうですね、特別変わることはありませんけれども、うん、今のその練り好きとの差で言いますとね、トロラアオイは、寒さに強いっていうか、寒さが好きなんですね。そのネバネバ成分が、なんとか時間とともにその、下がってこないっていうか、そのために夏は好きじゃないんですね。温度が好きじゃないって言ったのは正解か。でタメ好きは、そのトロロアオイを使ってませんから、うん、別にシーズンのことは選びません。はい、でも夏はやっぱりこういったこう何て言うかな、濡れてる状態ですから、ある程度その素早く処理していかないと、どうしてもその腐る方向には時間とともにいきますから、ある程度のその素早さでもって髪はついていくというか、その他にはあるので。地下から汲み上げてくる水温は、14、5度で一定な、夏も冬ですね、一定なんですけど、けどですね、冬は、当然のことながら室温と一緒になります。はい、結構雪降って寒いですから、もう室温と一緒ですから、暖房してない状態ですと4、5度、手を入れたらなんか このままでそのなんか手が固まってしまうぐらい、そうですよね、はい、冷たくてちょっと髪つけません。ですので、練り好きと違って、この中を少し温めてやります、冬は。それができるんですね。私我慢できないんで冷たいので、まあヒーターで温めてやるんですけどね、温めるったってずっとなんていうかな、水は入れ替わる状態なんですね。何枚かすいたら、またその冷たい原料をここの火に貸してやりますから、